木津駅は、京都府木津川市木津池田にある、西日本旅客鉄道の駅。京都府最南端の駅。京都府南部の木津川市の代表駅で、京橋方面、京都方面、奈良方面、亀山方面の4方向に線路がつながり、2路線の起点駅にあたる交通の要衝。関西本線、奈良線、片町線の3路線が乗り入れ、このうち関西本線を所属線とする。 奈良線と片町線は当駅が路線の始終着駅だが奈良線の列車は運転系統上関西本線に乗り入れ奈良駅を始終儀としている片町線は奈良駅へ乗り入れる早朝2本深夜2本を除くすべての列車が当駅を始終儀とするアーバンネットワークエリア内で関西本線は大和樹線の路線相性設定区間に含まれ片町線は 学研都市線の路線相称が設定されている。駅番号は、関西本線が JR938、奈良線が JRD19、片町線が JRH18、旧駅舎島式ホーム2名4線を有する地上駅。現在の京上駅舎は2007年4月1日に使用を開始した、独特の流線型を持つ外観は、 木津川の流れをイメージした。また、木材の流通で栄えた町の歴史を表すため、随所に木見町のデザインを取り入れている。ホームとは、古戦郷で結ばれる。旧駅舎は、大正時代に建てられた平屋で、ホームには、線路下の通路で連絡していた。なお、現在は、駅の東西を結ぶ連絡通路に再活用している。また、以前は、 現在の一番乗り場の西側に2線、両ホームの間に2線、東側に11線が付設されていた。その名残で運転取扱い上は1.2番乗り場が3番線、4番線、3.4番乗り場が7番線、8番線になっている。駅構内の自動放送は、京上駅社改以前は番線とアナウンスしたが、現在は JR 西日本で一般的な 番乗り場の表現に更新されている。奈良駅が管理する直営駅で IC カード乗車券、愛 c o の利用エリアに含まれる。奈良方面駅は、大和寺線は3.4番乗り場、奈良線は1.3番乗り場に入線できる。基本的に、大和寺線の列車は4番乗り場、奈良線の列車は3番乗り場に入線する。3番乗り場は、鴨方面と京都方面の両方向。 4番乗り場は、鴨方面に出発も可能。4番乗り場から毎朝、鴨方面に向かう回送列車1本が運転されている。3番乗り場は、事故や各種トラブルで、ダイヤが大幅に乱れた時、到着した奈良線の列車が京都方面へ折り返す。奈良方面から4番乗り場への入り駅も可能である。線路配線上、学研都市線の列車は1番乗り場のみしか。 使用できない。奈良駅に乗り入れる学研都市線列車は両方向とも一番乗り場に停車する。また、奈良線京都方面の列車の対比線としての役割も持つが2009年3月14日現在のダイヤでは一番乗り場の対比列車はない。ただし、レール磨きで奈良線京都方面への列車が1日2本、一番乗り場に停車する。 学研都市線の最終電車は一番乗り場で夜間退泊し、翌日の5時半の始発列車として運用される。山和寺快速、快速、区間快速が毎時2から3本発着する。また、木津駅奈良駅間は奈良線宮古路快速、普通が各毎時2本乗り入れる。宮古寺快速、普通が各毎時2本運転する。すべての電車が奈良駅まで乗り入れる。 快速、区間快速が毎時2本発着する。停車するすべての電車は半自動扱いとなる。接続は比較的考慮されるが、学研都市線から田路線への接続はやや悪い。京都府統計所によると、1日平均乗車人員は以下の通りである。駅の東側には田畑が広がる。 商店や住宅は西側に広がる。現在、駅西側で、木津駅前土地区画整理事業が2017年に開設された、駅東口方面約1 5トルでは、木津中央地区土地区画整理事業が実施されている。木の津バス橋上駅車化に伴って、東口に駅前交通広場が2007年7月2日に開設され、奈良交通路線バスが、 木津南地区から乗り入れを開始している新木津駅に関するカテゴリーありがとうございます。